タルミ鉄道うすずみ1系客車は1989年に国鉄時2万5000車から2両が改造されたタルミ鉄道の観光用客車であるうすずみ桜見物客輸送の列車に使用され2005年に廃車された1989年3月25日にタルミ鉄道タルミ線高見駅タルミ駅間が延伸開業しタルミ駅付近にある 薄墨桜見物客輸送や、その他、イベント列車用として観光用車両を導入することが計画され、当初は二軸無外貨車を改造することも検討されたが、車体がより大きいボギー式の時に万5 0 0 0系無外貨車を改造して2両が投入された。車内には、テーブル付けボックスシートが設置された。初年度は、日本国有鉄道をハフ33型客車を、 購入して開い版したオハフ500型と編成を組んだが、2年目からは四国旅客鉄道オハフ50計客車を購入、開い版したオハフ800型に、1994年からは東海旅客鉄道12計客車を購入、開い版したオハ1000系、スハフ1100型に連結相手が変わっている。1990年からは、牽引機にも専用塗装に変更され、 一般公募による薄積みファンタジアの愛称が付けられた。2006年3月に、タルミ鉄道の貨物列車、機関車、牽引客車列車が廃止されるのに先立ち、2005年3月に廃車された。時2万5000系時2万9100に、時2万107の大枠、走行装置を流用し、車体は申請された。二軸貨車から改造することも検討されたが、 より大きな車体を持つボギー車からの改造となった。13メートル強の車体長を最大限活用するため、出入り口は設置されず、隣接する車両を経由して乗降するが、車体中央部に非常口が設けられている。客用窓は高さ1100ミリメートルの横引き式サッシが15枚設置された。屋根両側、現部にも150ミリメートル幅の点窓が設けられている。 車体外部は、地元出身の画家、伊藤義明のデザインにより、シルバーグレーの外壁に、ネオ川を表す青い線と薄墨桜を表す、ピンクのライン、タルミの文字が描かれた。客席は、車体中央に設けられた通路より200ミリメートル高い位置に設けられ、幅300ミリメートルのテーブルを挟んだ4かけの、ボックスシート左右角八組と、 非常口部分に二人掛け席左右各一組が設けられた。台車は時に万5000系の TR213 が流用された。制動装置は自動空気ブレーキである。垂水鉄道が全線開業した1989年以降、垂水駅近隣にある薄墨桜見物用の臨時列車として運用された。他の客車と編成を組んで使用されたが、連結相手は、 オハフ500系、オハフ800系、オハ1000系、スハフ1100型と変更されている。1990年には一般公募により薄積みファンタジアの愛称が付けられ、牽引機地の100にオハフ800型が専用塗装となった。観王シーズン以外は北方幕和駅に留置されていた。2006年3月にタルミ鉄道の機関車牽引列車が廃止されるのに、 先立ち、2005年3月に廃車された。ありがとうございます。